ホークスプラス始まるよ。元テレキュー解説者の斉藤和美四軍監督が登場。一押しの育成選手を紹介してくれるらしいよ。我らが和美四軍監督が一押しの育成選手を紹介してくれる新企画、筑後通信トレダカ。記念すべき初回は伊崎三四郎。福岡ソフトバンクホークス背番号139番伊崎三四郎です。自分のアピールポイントは角度のある強いまっすぐです。魅力はまっすぐですね。まっすぐの質はすごくいいので、ただまだ、足りないところはたくさんあるっていう感じですけど、可能性を感じるというところですね。負けないエースって言われて、ずっとテレビでも投げてるところ見てたすごい選手からそう言って名前出してもらえるのは、素直に嬉しいです。伊崎選手って進学校で有名な福岡高校の出身でしたよね。そう、秀才ならではのエピソードがありました。1年目の時全然ダメで野球が、でもこれダメだなと思ってちょっと勉強とかしてたよくはないですけど、教科書持ってきてるんで。あ、そうなの。はい、今全然勉強とかしてないですけど、もう一回そこから勉強すればいいかなとは。そんな時野球に本気にさせてくれたのが、学生からメジャーリーガーとなった千賀投手でした。勉強したり、そのもうゲームばっかしてたんですけど、千賀さんがリハビリで来た時に筑後になれるなって言われて、確かにもうこの環境、このもうただただ野球毎日やってるだけの環境に慣れてたんで、もうそんなやったらもう本当にダメになっちゃうなと思って、意識変えてから良くはなったかなと。初回からすごい取れ高。勝負の3年目、偉大な先輩の背中を追いかけます。まだ全然その2軍の試合で投げてなくて知名度も低いと思うんですけど、地元福岡から有名な選手になれるように、ドームで投げれるように、これからも一歩ずつ頑張っていくので応援よろしくお願いします。